どうも皆さんこんにちは、マッピー会長です。今回は10日ラッチ使います。ウリエル様の慈悲で私は再び歩き始めることができました。皆の命を救い、ご恩に報います。頑張ってダメだ、頑張ってっていう言葉しか頭に浮かばなかった。私もまだまだですね。というわけで性能見ていきましょう。こいつは1枚ちょうど返しで発動で、通常攻撃ダメージの 140% の追加特徴を当てる。そしてコンボスキルがターン開始時盤面に自分の神駒が2枚以上の時発動で、このキャラを含む盤面の自分の神駒1枚につき 1.2 倍ずつ攻撃力が上がっていって、最大で2倍になるというささやきコンボスキルでございますね。でこいつのいいところはね、まあ、1枚ちょうどじゃないとスキルが発動しないっていう制約があるんですけど、コンボスキルが結構強力なんで、まあ、例えば高校とか取った時にこいつをね、まあ、1枚ちょうどでいつでもコンスタントに逆に火力を出せるって考えるのであれば、3手目に X とか置いて、まあ、そのこいつの火力も出しつつコンボスキルも狙っていくみたいな、まあ、使い方がいいんじゃないかなと思いました。そして今回は、まあ、3手目に X 置く感じのパーティーではないんですけどね、これね見ていただければ分かる通りですね、ロスバーストを強化しました。ロサバーストですね。はい、ロスバーストっていうのはそもそも何なのかという話なんですが、レムカ、オギクルミ、そして、孫権のね、4枚返し、3枚返し、2枚返しで発動するスキルを固めたデッキなわけなんですよ。そこに1枚ちょうどで発動するというアラーチを加えたロサバースト、もうこれ完全に強化されましたね。はい、このデッキで今回はやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。ランリーダー同士ということで、 HP はこちらの方が高いということは、相手はこれ混合ですかね。先行、あーなんかレムカはな、なんか早番したらね、ちょっとがっかり感あるの私だけですかねまあ意外とレムカってこれ4、これはな、心がね、レムカ使い道多そうなんですけど、いや大丈夫、レムカにはコンボスキルという、そうスキルだけではない、レムカはコンボスキルもあるんだ、そういうところを見せていこうじゃないかな。でここでとりあえず、まあそうだな、ここはまあブラダルンディーネかな。やっぱアラクっていうのはね、しかもあのこれレムカが例えばあのフェアリーフェンサーとかだったらアラク初手もありなんですけど、おっとバイス、初手バイスはやばいっす。なんか来い、なんか来い、なんか来い、あー待ってこれ、フェリプティとレムカ抱えながらこの先アラクの枠だけ削ってくるの相当きついんですけどいや、まだフェリプティ抱えとこ、次のターンフェリプティ捨ててもいいし、とりあえず相手の出方見よう、もしかしたらオキクルミが引けていい感じのムーブになるかもしれないな。まだフェリプティは捨てない、いやこれがあるからな、ロサバーストはね怖いんすよあーダメです、それはそれダメダメダメ、いやいいな、リーラ持ってないんだよな、羨ましいな、くっ、あー、これ2枚返しで発動しないな。いや、もうヘリプティいらないな、もはや。これむしろ、アラーチを次、X に置きたいな。こうだな。あと、レムカ。これレムカ大事。レムカ大事に握ろう。やっぱね、ロサバーストの筆頭ですから、レムカってのは。筆頭火力ですから。まあ、その分、使い道っていうか、使いづらさがやばいんですけど。まあ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 。そこはしからず。あー、これ、トゥービエだったらやばいから。トゥービエだったらアラチェスのやばいかな、これ。くいっ、そうじゃん。いやー、どうしよう。けど、この先アラチェ、撃つとこなくなるんだよな。まあ、特殊穴回収、そうだね。特殊穴だと思うし、これ、トゥービエはさすがにない。ない。ない、ない、ない。ありえない。オッケーオッケーオッケー。でも痛い。ぐえー。いや。いいんですよ。まだこんだけ HP 余裕ある。21,232。容易には崩れないぜ。大丈夫大丈夫。全然大丈夫。で、ここから4枚返しを組めるかどうか。おっと。小林。小林の守備か。どうしようかな。不気味にいいね。とりあえずね、ソーディアン。小林のコンボを受けてもいいな。こうだな。あ、ちょっと、訪れ。カット。はい、カットしてきましたと。で、これで。まあペンギン使ってくるか。ん？ペンギン外、え？神駒10枚じゃないのか。なんだって、それは思わぬサプライズ、まさかの。でもとりあえずここ角だろう、ここ角取ろう、隅取りので、これね、このメイティするコンボ、あ、50杯来るときに発動か、じゃあ使ってこないと思うけど、これワンチャンDの2来たらね、レムカさんが出勤できるんですよ。 Dの2、D の名のもとに、D の2に来ないんですね。はい。まあそう簡単には来ないぞ。そして、アズレールっていうのはね、もう強い駒ですからね。やめて、いや、なんか強い駒っていうか当たり前の話だけど。やばいな、アズレールか。どうすっかな。ちょっとこっち行こう。いや、これで、
リーラのコンボと、リーラのコンボ、これ、むしろ貫通して、いや、貫通したら死ぬから、さすがに。貫通、これ、この HP 耐えられない、耐えられないな、1400。あ、そっち？そっち？あ、リーラのコンボでもこれ、でもレグスだったら耐えたな。いや、これね、私の狙いとしては、これコンボ打たせて4枚返しの動線開けて、フギムニのコンボで、レムカでコンボするっていう、そういう狙いだったんですよ。ははははは。え、ちょっと待って、これ、レムカ足りる？レムカ足りない説少し出てくるんじゃない？いや、でも撃つしかないだろ。ここで立ち止まるようでは、私二流、行くだろ。カムイ無双流の力、見せてあげましょう。この火力、うお、こんなに出るんですよ。やっぱロサバーストの筆頭ですわ。カムイ無双流最強説、大変ありがとうございました。はい、対戦より、あー、やばい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 。成功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 。そして、これ、レムカね、先行で使うの結構厳しい。この罠は何かな？これは、アゲハなのかな？それとも、トウカカミュなのかな？どちらにせよ。だな、迷うは、アゲハなの、トウカカミュなの、どっちが好きなの？あなた、どっちなの？アゲハでしたね。やっぱり男の子なんですね。いや、関係ないか。で、まあ、これで F4 打ってくると考えて、ちょっとレムカを握りながら戦うっていうのは結構難しいな。レムカこれコンボ狙いで撃っても、お、ここでルキア撃つんだ。いや、これむしろ助かるな。ここでルキア撃ってくれるという事実であれば、これハーピスト出る。ヘリプティでも大丈夫。ロサバーストの中でも、ロサバーストの中でも、重量級の二人が来てしまった。やばいやばい、完全ヘビー級ですよ、これ。やばいやばいやばい。いや、ここからよ。いや、むしろ、これ、吉報。孫権、レムカが揃っている。まあ、これは、遊戯王で例えると、エグゾディア、いや、エグゾディアじゃないな、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンが、最初から2枚、手札にあるみたいな、そういう状況ですね、これ。くい。そっちに打ってきたか。いやー、これやるな。待てよ。いや、そっちに打ってきたんであれば、ワンチャンレムか、なくもないけど、いや、一回ちょっとアラクこっち置いて、これ、警戒させよう。相手ルキア使ったからこのアラクは絶対怖がるはずなんですよ。それこそ1枚返しじゃないと発動しなさそうだけど、このアラク、あ、でも次のだ、これ孫権3枚返しできんのか。一応やろうと思えば、これでもし相手が D の5に打ってきたら、いや、どうしようかな。ちょっと待ってよ、計算しましょう。いや、届かないわこれ。さすがに、さすがに孫権さんでもこれは無理だな。さすがの孫権でもこれは無理だ。ヘリプティ行かない限りは、いや、引いても無理だな、これは、さすがに。さすがの孫権さんもこれにはお手上げですね、これ。孫権さんって3枚返しでね、確かね、6300とか400だった気するんですよ。で、それに、2倍で、12000とかでしょ？だから、そこに 1.3 倍かけても、19500、さすがに無理。うん。これはもう、安定行動。オッケーオッケーオッケー。いや、でもこれはこれで強いから。これはこれで、ほら、この火力よ。よし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 。で、ここまで来たらルーシーはコンボしにくいし、まあ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 、大丈夫だね。ここまで来たらもうルーシーは問題ないね。無視しても。で、ミュケースか。どうしようかな。ここ、孫権撃てるけど、撃つ？来い！あらーて！あらーて！いや、あらーて X でもいいな。あらーて X 行こう。いや、でも一個だけ問題あるとすれば、まあその、このアラーチェは普通に返される可能性っていうか、相当高いんですよ。けどね、これ返されても問題ない。相手マタンっていうの分かってるから、マタンでそんなコンボスキル強い駒はないし、しかも返されたら返されたら一応孫権が使えるんですよ。3枚返しね。返されるっていうのは、E の1の話ですよ。え？正気か？ルーシーだけで耐えられると思うのか？いやー、でもこれ、4枚返しだったらレムが使いたいな。ただ今日、孫権まだ使ってないですよ。孫権、いやー、でもさすがにここはちょっと孫権に手柄を譲って、あー、手滑った。あー、手滑った。あー、すんません。手滑りました。あー、孫権また今度ね。また今度だな。カウンター痛いけど、この火力よ。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。はい、ランリーダー。なんか今日はランリーダー多いのかな。はい。こいや。手ごわ、アラーチェ。
アラーチェイズフルーチェイズベアトリーチェ。完璧。これアラーチェってね、僕勝手にイタリア人だと思ってます。なんかアラーチェっていう名前がそれっぽいでしょ。おう、イタリア人女性にベアトリーチェっていう名前の人がいるんですよ。だから最後にチェってつく人はね、俺勝手にイタリア人だと思ってます。ということで、まあ、とりあえずこれどうしよっかな。まあ、ゼラミスかシュクユだね。シュクユから入ろう。まずシュクユから入ろう。うん、ボンジョルノ。あれ、シュクユ、シュクユイタリア人女性だったの、それ知らなかったな。東方院なのにね。もう一回ボンジョルノ。あー、つか相手、ランリーダーでなんか貫通流ぶち込みまくりの、ぶち込みまくりの、これは危なかったね。ゼラミス出してたら普通に貫通されて思ったら、ロロ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 。いや、待てこれは、まあ、ゼラミスと、とりあえずゼラミスって。いや、結果的にこれ焦点シュクユでよかったね。いや、怖かった。なんかさっきのね、さっきのこのレブメラス見たあたりからなんか怪しいなって思ったけど、あるんだな、進化ノイデが。ああ、この段階でアルミス使ってくるんだ。いや、これむしろありがたいな。大きくるみ、大きくるみ、いや、いい。いや、これはアラーチェの強さっていうのを見せられそうだな。暗いな。オッケー。ベアトリチェ、ボンジョルの、はい。さあ、イタリア人らしくね、パンツェッタ・ジローラムみたいな感じで実況していきますよ。やっぱりね、僕の好きなもの、女、全然似てない。全然似てない。ダメだわ。でもあんな伊達男じゃないんだよな、俺。お、獲物はどこだね、獲物はどこかな。どうしようかな。フェアリーフェンサー行こうか。やっぱこの、キムカムってのはね、ちょっと変人配置していきたいみたいな。あ、ちょっと待って、これ、A3 にキムカムでワンチャン、あれだね、ロマンを狙ってもよかったかもしれないな。ロマン飛行してもよかったかもしれない。いや、しかしながら、まだワンチャンあるから。うん。まだ出会いの場が失われたわけではない。まだ大丈夫。うわ、なんか相手の S 枠が読めない。竜だけかと思いきや、こうやって神で、しかも、こういう、アマテラス狼という、神様がいる。お、これは、いいね。バフがそっと、つうか、ちょっと待てよ。これ、レムか狙えるぞ。F4、F じゃない、F3。レムか狙える。これさすがに俺ならアラーチ返すけどな。アラーチェの真ん中、これアラーチェの子も怖いと思うんですよ。キムカムも出てる状況で。であれば、あ、そっちね。そっちね。いや、でも、あー、ちょっと待てよ。レムカ撃ったら、これあれか。ハズの子も繋がんのか。いや、これでも足りるだろう。みんな、いや、いや、待て。どうせなら、究極の火力を追い求めてみないか。こうだろう。こう撃って、これでキムカムからの、この、アラクからの、完全この上位打線からの、レムカで、わっしょい。それしかないだろう。うわ、ビクトリー、怖えいて。いや、もしかしたら、いや、さっきのレムカで問わせたかもしんないけど、でもこれ、撃つしかないな、ここで。ここで撃つ。5枚返し。あー、これは気持ちいいな。やっぱ、レムカの動画でね、やっぱ、私、レムカ今まで結構使ってきたことあるんですけど、まあ、どの、レムカもね、ちょっと火力出してくれね。ほんとありがたい。暗いな。せーゴーおとんでもねえ火力出たな。再生ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。今回はトーカーラーチェを使ってみましたが、まあ普通に強いですね。1枚ちょうど返しっていう制約はあるにしても、コンボスキルがね、まあ非常に強力ということで、まあ、コンボスキルがささやきで、まあそのスキルが追加特殊のキャラって多分今のところアラーチェしかいないんじゃないかな。うん、そうですね。まあ、白亜とかもコンボスキル、一応あれ追加特殊ですからね。スキルが追加特殊で、コンボスキルがささやきの S ゴマっていうのは多分アラーチェしかいないと思うので、まあ、こいつは全然重要あると思います。普通の神谷に入れてもいいですね。まあ、今回ロサバストということで使ったんですけど、まあ、ロサバストって言っても今回、孫権の活躍が全くなかったんですけどね、もう全部レムカが持っていっちゃいましたね。まあでも、正直ね、みんな、ね、孫権のことなんて忘れてるでしょ。この野郎より、やっぱこのレムカのね、むっちりした、ボディの、こう、なんか、マッスル女子の方が、皆さん好きだと思うので、やっぱレムカで全部締めちゃいました。といった感じで、まあ、今回レムカの活躍も見せられただけでなく、まあ、普通にね、アラーチェも、そういうところをね、見せられたんじゃないかなと思いましたので、はい、良かったんじゃないかなと思います。では、今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。